皆様、こんにちは。ナビゲーターのまゆです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。さて、本日の話題は、日本で暮らす黒人たちの本音が世界中で大反響。ストーリーはまだ語られ始めたばかりだ。母国との立ち位置の違いに困惑。米ミネソタ州で発生した白人警察官による黒人男性ジョージ・フロイドさん暴行死事件がきっかけになって、ブラック・ライブズ・マター抗議デモが世界中に広がりました。各国政府が新型コロナウイルスの感染の広がりを防ぐためのステイホームを訴えていたにもかかわらず、人種差別の方がより危険で切迫した問題であると考える多くの人が集まり、デモが行われました。抗議運動の巨大なうねりは日本にも押し寄せ、東京、大阪、京都などでデモが実施されました。人種や国籍に関係なく、大勢の人がこの運動への支持を表明し、黒人として生きることの意味を理解しようという風潮がかつてないほど強まっています。日本にいる黒人も白人も同等によそ者扱い。日本に暮らす黒人からよく聞くのは、日本は安全で安心して暮らせるということです。祖国で感じていた警察からの暴力への恐怖心や黒人に対する差別、生活に困窮する隣近所の人たちの状況などに接して、日本にいれば、このような日々の精神的ストレスからの解放感を感じると話す人は少なくありません。また、自分の興味や才能、努力によって仕事、生活、人生を切り開いていく機会もあると感じているようです。当然、日本では、とりわけ黒人が目立つのは事実です。白人の場合、様々なメディアや広告の中で、また、教員や観光客として目撃することが多く、特に、大都市では、白人は見慣れた外国人なのです。一方、黒人は、まだ、あまり馴染みがないので、興味本位で見られたり、誤解の対象になりやすいのです。けれども、同時に、日本人にとって、黒人は、外見上は、日本人とは異なる外国人という大きな括りで、区切られているので、他の外国人と同等の立場にあります。例えば、ラッシュアワーの電車の中で、黒人の隣が空席だったとしても、日本人の乗客はなかなか座りませんが、同じことが白人の場合でも当てはまります。日本にいる黒人も白人も、同等に、外国人は、みんな、よそ者扱いされています。町には、外国人向けのゲストハウスがあり、大学には、留学生寮があります。社内の公用語を日本語以外にしている職場では、共通言語でコミュニケーションが取れるフランクさや、同じよそ者同士の立場から、外国人社員は仲良くなれます。同じ少数派の外国人として仲間意識が芽生えやすいのです。一方、各々の祖国では、人種や文化によって、無意識のうちに分断されてしまいます。要するに、背景が全然違う外国人同士が触れ合い、肌の色を超えた共通点を探し出す環境が生まれやすい資本社会では、黒人は、日本人からは、外国人の一人、他の外国人からは、自分と同じよそ者として、同等に扱われます。それにより、多くの黒人、特に、欧米出身者にとって、初めて黒人のくくりではなく、個人として生きられる有意義な経験になるかもしれないのです。日本では、黒人に対する固定観念が顕著に現れる。今日の日本は、もはや人種差別を克服することを目的とすべき理想郷ではありません。植民地支配の過去をめぐる和解は進んでおらず、国内の社会的少数者が背負う問題には関心がなく、黒人への固定観念は日常的に目立ちます。テレビなどに出演する黒人タレントは、ふざけているか筋骨隆々とした登場人物ばかりです。数年前、バラエティ番組で、日本のお笑い芸人の黒塗りメイクが世間を騒がせたことは記憶に新しいですが、最近では NHK のニュース解説動画が問題になりました。ブラック・ライブズ・マターのデモ参加者のアニメ描写が、固定観念でデリカシーがないと批判されたのです。白人がテレビで滑稽な役回りを演じることもしばしばですが、黒人と比較すると
専門家や教育者などの立場やイケメンキャラクターとして出演することの方が多いです。黒人を称賛しているつもりでデリカシーのない発言や失礼な態度に及ぶ場面も見られます。黒人女性の髪や体に触れようとしたり、体型がエロチック、セクシーだなどとデリカシーのない発言をする。日本人を見ると規律正しい国民性はどこへ行ってしまったのかと思ってしまいます。日本における人種的な固定観念や色白を好む風潮によって非常に社会的、心理的影響を受けているのは黒人と日本人の親を持つハーフでしょう。純粋な日本人として認めてもらえない主体性の問題は全てのハーフに共通していますが、彼らの場合黒い肌の色が外見上のよそ者感を目立たせてしまいます。そのために自分の本質的な能力、美しさ、実力を受け入れてもらうための戦いと並行して黒人への固定概念との戦いを余儀なくされます。日本社会において黒人は知性よりも身体能力が評価されており、多岐にわたる分野の模範となる人材が存在しないので、若い黒人ハーフの活躍できる場所がスポーツ、芸能の分野にほぼ限定されているのも不思議ではありません。黒人の声に耳を傾ければその多様さに驚かされる。西洋文化の優位性への進歩は依然として日本社会に深く根を下ろしています。同じ日本で暮らしている黒人でも欧米出身で特に英語をペラペラに話せる場合には文化的に優れていると見られます。要するに北米、ヨーロッパやオーストラリア出身なら肌の色に関係なく個人の資質に基づいて受け入れられる可能性があります。一方で日本よりも文化的に劣っている発展途上国出身の黒人は潜在的な偏見の目で見られ、日常生活でいろいろなしわ寄せが来ることも少なくありません。また黒人は相反する課題に遭遇しているといいます。人はみんなそれぞれ個性を持っているように黒人といっても一様ではありません。しかし同時に差別と偏見を打ち破り黒人全体のイメージアップを図らなければならないという重い責任感に縛られているのです。場合によっては黒人たちの体験を一般化してしまいがちですが、その声に耳を傾ければその多様性に富んでいることに仰天するでしょう。そして日本での彼らの物語はまだ序章に過ぎないのです。ご視聴ありがとうございました。